海島の深淵の渦と同じ。この深淵の渦の規模は随分と大きいようですね。もしかしてこれこそがネストマザーの真の目的なんでしょうか。私たちを小さな深淵の渦に釘付けにしている間、海底の深淵の渦を開くのが本当の目的。なかなか利口ですね。いつまでも奴らの思う通りにはさせないわ。まさか深淵の渦に入ろうとしているの？そうはさせないわ。Thank you.
て。ミラポリスとの通信が回復したわ。ベラの危機はユリン様に伝えられた。これから続々と応援部隊が派遣されるはずよ。でもミラポリスの応援だけだとこれほどの大軍を相手にするのは厳しいわね。いえ、だからハガード第9地区にも知らせを送ってくれたみたい。第9地区のエクセキューターも長距離転送ゲートに応援に来てくれるわ。転送ビーコンの位置情報をここに設定するよう手配したわ。これで応援部隊が到着してすぐ戦闘に加わることができる。わかったわ。だけどイカロスさんたちとの連絡はまだ回復していない。まさか廃棄種との戦いがまだ終わっていないのかしら。あちらに行ってみます。彼らの手助けができるかもしれませんし、こちらの様子も伝えておきます。頼んだわ、ランさん。私たちは転送ビーコンが構築できるまでここを守り抜くわ。オフィサーフィオナ、聞こえますか？聞こえるわ。どうぞ。廃棄種の大群が行く手を阻んでいます。早急に突破してそちらに向かいます。それまで持ちこたえてください。わかった。こっちで何とかするわ。転送のためのアンカーポイントを設置しています。あいつでもこちらに集まっている。深淵の渦への侵入を必ずストップするわ。居住エリアの機能は酸素供給に限定し、残りの全エナジーを転送ルートに集中しました。呼び出したわ。増援が来るまで絶対に持ちこたえてみせる。
メーター補正完了。転送ターゲットを順次接続します。
第一期の空間の裂け目が閉じていきます。みんな持ちこたえて。ダメです。時空が不安定なせいで、時の印が深淵の渦を閉じられません。やっぱり、そううまくはいかないか。幸い暗闇の大部分は倒したので、そこまで危険は多くないはずです。大変な状況みたいね。何か手伝えることはない？この深淵の渦を閉じようとしてるんですが、今の状況では。深淵の渦を閉じる？さっきの道具を使って。ええ、時の印といって、廃棄機種が開いた深淵の渦を沈めてねじれた時空を元通りにできるんです。そう、本当はそのはずなんだけど。海底の深淵の渦については後でユリン様たちに相談しましょう。それと今回の情報はドクター・クレイフォーの廃棄機種研究に役立つと思うわ。もしかしたら将来もっと役に立つ情報を発見できるかもしれないのね。ええ、でもこの荒波を乗り越えるにはまだしばらくかかりそうね。この深淵の渦を厳重に監視させて、廃棄機種を一匹たりとも通さないようにするわ。その他についてはイーニスに戻った後現状を見て決めましょう。ええ、危機はまだ去っていないものね。計画と違うぞ、一号。あなたの勝手な行動はサーガ様に報告させてもらう。あらあら、相変わらず気真面目ね、あなたって子は。こんなに資格紙面で融通の利かない子とは思わなかったけど、それにあなただって大勢の昔馴染に会えて嬉しそうに見えるわよ。昔馴染？あなたは随分と顔が広いことだ。また始まった。まったく。
あれ、サーガ様ご自慢の最高傑作じゃないですか。お元気かしら、ネメシス。それとそこの子、あなたもなかなかやるじゃない。あなたたちどうしてここに？ん？意外だったか。廃棄種による破壊はベラ地区以外にも及んでいる。私たちはこの星を傷つけるどんな異変も見逃さない。廃棄種の侵入、それをアイダの子が黙って見過ごすわけがない。必要ならば行動を取るまでの話だ。意外でしたね。あのお高く止まったハガードの面々でさえ手を焼くことがあるなんて結局頼るのは。エイジス、目的を同じくする者同士、争いやいさかいはひとまず置いておこう。だが一時行動を共にしたからといって、アイダの子とハガードが和解したことにはならない。はいはい、あなたのたわごとは聞き飽きました。私はおいとましますよ。この二人に飽きもせず付き合って一号の言う通りじゃないですか。確かにおしゃべりが過ぎたようだ。今回の協力はここまでだ。あとは自力で何とかするんだな。送りましょう。チェッ、そんなに急いで帰ることないじゃない私、あなたたちと勝負したいな。さっきの戦闘では特別な力があるようには見えなかったな。実力を隠してたりする？もしそうじゃないなら、ほら、そちらのお嬢さん、この私と手合わせしてみない？素敵な申し出ですね。望むところです。一人だけ？そんなんじゃ全然足りない。全員でかかってきてよ。セミールさん、いい加減にして。はーい、わかりました。セミールさんのお誘いはまた今度ね。短い時間だったけど、あなたたちにはお世話になった。皆さん、ではこちらにどうぞ。ではまた会いましょう、ネメシス。もう少し穏やかな状況の時にね。その、ありがとう。サーガ様が未来に放った一手、今後も期待しているぞ。長距離転送ゲートが復旧した。私は先にミラポリスに戻って、インニスで起こったことをユリン様に報告してくる。ではその間インニスは？増援のエクセキューターたちがすでに各通信基地で警戒に当たっているわ。インニスは大丈夫よ。フィオナがしっかり守ってくれる。今後についてはユリン様に詳細を報告してから考えましょう。うん、ラビーにも会いに行きましょう。長い間会っていないものを、きっと心配しているわ。ええ、久しぶりに寝る前の読み聞かせもしてあげたいわ。ここでの出来事を話そうかしら。
クベールさん、ミラポリスの状況は？すべて正常です。リンヤさんたちもお疲れ様でした。ありがとう。ユリン様はいる？インニスの件の報告なら、ユリン様が明日、ゆっくり時間を設けるそうですよ。それで構いませんか？今日はゆっくり休んで、英気を養ってください。それもそうね。私も少し資料を整理したいし、二人は強化堂に戻って休んで。それじゃ、また明日。ええ、また明日。ただいま。なんだか急に気が抜けちゃった。最近いろいろあったから、はあ、やっぱり気になってるんだ。許しの天使たちのこと、彼女たちベラの状況を逐一把握しているようだった。一体どんな方法を使ったのかな。平気で私たちの前に姿を現していたし、相当自信があるんでしょうね。私心配なの。もしかして私のせいなんじゃないかって。私のことサーガの作品みたいに言ってたもの。心配することないわよ。前もハガードで全身を検査してもらったでしょ。彼女たちベラにも監視網があると言ってた。奴らはきっと私たちが来るよりもずっと前からベラに潜んでいたのよ。この件はユリン様たちが何とかしてくれるでしょう。うん、何はともあれみんなが共通の目標に向かって力を合わせて戦えたのは嬉しかった。そう考えたら少し気が楽になったみたい。あなたも疲れたでしょ。今日はもう休みましょう。そうね。
私は第七地区オフィサーのユリンだ。ようこそ旧域からおいでくださった。オフィサーユリン、お会いできて光栄です。ベラも旧域も絶えず廃域種に脅かされている。その点で我々は共通の敵を持っていると言えよう。互いの持つ情報を共有すればより有効な対策が打てるはずだ。私たちもそのように考えております。ベラで所有されている情報は旧域にとっても非常に重要です。ミラポリスとインニスの通信遮断は廃域種によって引き起こされたものです。インニスに潜入していたディスガイザーの目的は廃域種に力を蓄えさせ深淵の渦を出現させることだと思われます。深淵の渦についての詳細はまだ不明ですが、状況から判断する限り時空の通路であることは確かです。廃域種はそこから一気に旧域に侵入するつもりです。今回我々は大多数の廃域種の排除に成功したものの、これは単なる足止めに過ぎません。根本的な解決には深淵の渦を閉じるしかありませんが、有効な手立てはまだ見つかっていません。深淵の渦は旧域では珍しくありません。その正体は廃域種の能力による時空のねじれで、通常は時の印で閉じることができます。時空のねじれの中には比較的安定した場所があります。そこを起点として時空の秩序を取り戻すのです。しかし今回海底に出現した深淵の渦は時空のねじれが強力すぎて、何度試みても閉じることができなかったのです。それに関してはすでに調査を行わせている。情報が集まれば深淵の渦を閉じる手立ても見つかるはずだ。リンヤ、この件は引き続き君に任せる。今日は戻って休みなさい。ランさんには旧域についてもう少し伺いたいのだが、よろしいかな。では失礼いたします。早くいい方法が見つかるといいですね。すでにドクター・クレイフォーたちが研究に取り掛かっているわ。今は力を温存して朗報を待ちましょう。ところで今からラビーに会いに保安部へ行くんだけど、一緒にどう？ラビーが保安部に？そう、セシリーが忙しい時はサキが面倒を見てくれているの。じゃあ私も行きます。
お帰りなさい、リンヤさん。深淵の渦はどうなった？フィオナたちが監視を続けていて、状況は今のところ落ち着いているわ。それでラビーは元気？ええ、元気よ。ちなみにドクター・レビリアも来てるんだけど、リンヤさん、話したいことがいっぱいあるんじゃない？レビリアがここに？そうよ。博士は限られた範囲なら自由に行動できるようになったの。今日は私が彼女の付き添い兼監視役というわけ。博士、自由に行動できるようになったんですか？そうなの。博士の生体信号を遮断する装置を発明したのよ。これで彼女とネストマザーの意識のリンクは遮断されたはず。ただ廃棄種の特性を持つラビーの影響を受けるかどうかはまだ様子を見てみないとわからない。でもひとまずは期待通りの効果が得られているわ。装置のおかげでネストマザーは博士の存在も脳内意識も感知できなくなっている。今後の状況にもよるけど、今のところは問題なしと言っていいわね。そう、よかった。さあさあ、ラビーに会いに行きましょう。あの子、口には出さないけど、ずっとみんなに会いたがってたんだから。レビリア、ごめんなさい。少しレビリアと話してくる。すぐそっちに行くから。あのぬいぐるみがお気に入りのようね。あなたからのプレゼントだもの。ドリーと呼んでいて、一番の親友なんですって。おそらくそれがラビーの過去の記憶の全てなんだと思う。そう、私は彼女には全てを忘れてほしい。そして普通の子供のように健やかに育ってもらいたいの。ラビーだけじゃない。私はいつか全ての人類が廃棄種から解放されることを願ってる。悲劇の連鎖が断ち切られ、希望に満ち溢れた、そんな未来を。その願いが変わったことは一度たりともない。それだけじゃないわ。私の信念と理想、答えを追い求めようとする心もずっとあの頃のままよ。あなたがこの数年間をどんな気持ちで過ごしてきたのか、私には想像もできないわ。ねえ、自分の選択を後悔したことはない？人はまだ取り返しがつくうちは過去の選択肢にとらわれてしまう。今ある結果に不満を抱き、違う可能性を妄想し続ける。そうだ、ただの現実逃避だわ。私にはクリスタルポーラーを移植して秩序なきアビスに行くしか選択肢がなかった。希望が限りなく小さかったとしても、そうするほかなかったの。あなただったらどうしていたの？
渦がさらに不安定になっているそうよ。すぐに対策を練る必要があるわ。分かった、今すぐそっちに行くわ。出発しましょう。